はい、どうも、こんにちは。自転車トーマスの恐竜チャンネルです。えー、今回はですね、えー、前紹介した恐竜ワールドジュニアの方の、まあ、一挙レビューみたいな感じで、今まで紹介した4体の恐竜を総ざりしていこうと思います。はいろいろ恐竜のフィギュアの紹介やっているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はいえーまあ、紹介していった恐竜はですね、こちらの4体なんですが、 ちょっっとねやっぱ店頭であるものっていうのがどうしても数が限られててティラノサウルスとかケラトサウルスのような肉食恐竜っていうのが全く置いいてなかったですねはい、で今、ですね2022年現在ですねえっとこちらの恐竜シリーズっていうのはあのダイソーさんでは発売されていないです。はい 僕の記憶が正しければですね、2009年頃は普通にダイソーさんでもたくさん売られてたんですが、ちょっと今はなんかの兼ね合いがあってか、ダイソーさんではこちらの商品置かれてないですね。はい。で代わりに、えっと、ダイソーさんではこちらの、えっと、恐竜シリーズがね、置かれてる感じなんですが、こっちの方はね、あのー、どうしてもなんか古い復元図なので、まあ、ああのー、 ちょっとまあ今の感じには合わないかなっていうのは正直なところでしたはいで今変えこのシリーズが買えるところっていうのがえっとセリアさんとえっとワッツウッズワッツウィズワッツウッズさんってところですかねえっとそこの2店舗になりますはいであのー、店舗によってはもしかしたらその商品の取り寄せっていうのが可能かもしれないので ま、店舗によって差はあるんですけど、えっ、ー、と、欲しい方はなんか一回その連絡してみるのもありなんじゃないかなというふうに思います。あとはまあ、あの楽天とかアマゾンの方でもあの販売があるので、まあ、そこで見てみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。ただま、別途送料がかかりますね。はい。じゃあとりあえずね、あのー、一体のこのパッケージから見ていきましょうか。はい。えー、上にですね、えっ、ー、と、こちらの まあ恐竜たちがね、えっと、フィギュアの写真がありまして、こちらに、まあ、対象年齢が載ってますね。はい。リアルな皮膚、ずっしり重量感ということで、まあ、このフィギュアの売りである、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、パッポウシュライヒとかサファリまではいかないものの、結構その材質がしっかりしてて、造形の方もかなりリアルになってるっていうのが、まあ、ちゃんとその袋からね、わかるかなと思いますね。はい。 で、一応、コードを、移しておきますね。はい。えー、こんな感じですね。まぁ、あ、ちょっとジャングルっぽい背景になってるかな。はい。じゃあね、えー、まあ、こちらのアパトサウルスから上げていきたいと思います。はい。はい、えー、アパトサウルスは、こんな感じですね。 色合いはですね、だいぶシンプルですね。で、まあ、特にその他の恐竜と違って武装があるわけでもないので、まあ、全体的にシンプルな作りかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、まあ、大きさはね、あの、どうしてもその他の恐竜と一緒なんで、そこの部分はちょっと残念なんですが、造形の方はね、えっ、ー、と、まあ、僕好みかなと思いますね。はい。まあ、こんな感じです。 はい、次です。えー、っと、すいませんね。えー、次はね、ステゴサウルスになります。はい。これ好きなお子さん多いんじゃないかな。はい、えー、ステゴサウルスになります。全体像はですね、まあ、こんな感じになってますね。はい。えー、まあ、あの、 このステゴサウルスに関してはね、ちょっと残念な点があるっていうのは前回のね、レビュー動画で話したんですが、ざっくり言っておくと、まずはこの成型色ですね。えー、フィギュアのね、元々のその、プラスチックの材質というか、えー、そのね、えー、っと、白色っていうのをそのまま使ってて、ちょっとね、なんかこう、ステゴサウルスっぽくない色かなっていうのは正直思います。 で、あとは、背中の板ですね。背中の板が、ステゴサウルスって互い違いに並んでるんですよ。なんですけど、あの、これに関してはね、先端部分を除けば全部同じ位置に並んでるんで、左右対称っていうんですかね、に並んでるので、ちょっとそこは残念ですね。で、あと、なんかここの、一番後ろの部分にね、なぜかこの、武器っぽい感じで薄い板がついてるのが、 ちょっとね、再現図としてはあまり良くないかなっていうのは正直思います。はい。ですね。はい。ただまあ、あのー、ステゴサウルスのフィギュアだと、まあ、結構造形は良い方かなとは思うんで、まあ、リペイントとかがね、ちょっとしてみたいなって方は、あの、塗装をなんか落とすなり、スプレーで塗ったりして、えー、いろいろ塗り直してみるのもありかなとは思います。はい。 次ですね。はい。まあ、ジュラ紀はこれくらいで、白亜紀に入ります。えー、パラサウロロスですね。えーまあ全体的にこういう感じになってますね。えー、僕的にはね、このパラサウロロスが造形としては一番いいんじゃないかなというふうに思います。はい。 えーまあ、結構チープな恐竜のフィギュア、小さい恐竜のフィギュアとかだとね、えっと、このパラサウルロス独特の顔のディテールっていうのが再現されてないものが多いですけど、こちらに関してはね、モロスの鴨の橋流っぽい感じの特徴がちゃんと出てるというか、トサカに関してもね、純粋にちょっとこう、出っ張ってるだけではなく、若干ここになんかこう、膨らみみたいなのもあって、すごいリアルですねで。口元が特にいいんじゃないかなと思いますね。 色合いに関してはまあ、うーんって感じですけど、これもまあリペイント向きかなと思いますね。はい。若干ね、左右でこの角度が違うんで、見る方向によってはその、フィギュアとしての表情っていうのが色々違うんじゃないかなと思うんで、これは結構おすすめですね。はい。そして、最後ですね。 こちらの、えー、トリケラトプスになります。はい、えー、まあこちらトリケラトプスになりますね。はい、全体像が、一応正面も見ますかね。こんな感じですね。 ええー、まあ、成型色に関してはね、前回のそのステゴサウルスと同じく、そのままね、白いベースをなんか、ちゃんと塗らずに使ってるんで、そこの部分が結構残念ですね。で、まあ、トリケラトプスに関しては、ま、いろいろ復元図もあるとは思うんですけど、なんかね、結構トゲが多い印象がありますね。まず、ここですね。ここのフリルのトゲが結構多いのと、 あと、ここのね、ウロコの表現も結構きつめかなと思いますね。で、あと背中の上側に、こう、トゲのような鎧があるのも、これもね、ちょっとね、昔の復元図かな、とはちょっとは思いますね。はい。で、角が、こんな感じで、その、塗り分けて欲しかったかな。まあ、このステゴサウルスの尻尾もそうですけど、ここがね、どうしてもなんかこう、全く色が、 その、ね、塗られてないような感じっていうのはちょっと残念かなとは思います。はい。えー、という感じでですね、ちょっとサイズ比較をして終わりたいと思います。はい。まず小さいものから行きましょうか。はい。僕はよく紹介している小さめの恐竜のフィギュアですね。これがこんな感じ。で、まあ、人間系の比較としてレゴブロックですね。レゴブロックがこんな感じで、 あとは3.75インチスケールですねえーこれがこんな感じでえーあとはそうだなえーやっぱり待てる待てるじゃないアニアねアニマルアドベンチャーはやっぱり紹介しとかないといけないですかね、まあ、これはこれくらいの大きさですね、まあ、アニアよりもねちょっと太めな印象がありますはい で、あとはまあ、僕がよく紹介する恐竜のパズルフィギュアですね。はい。4D パズルザルスデラックスと置くとこういう感じです。はい。だいたいちょっとサイズ比的には一緒かなと思うんですけど、こっちのシリーズの方がちょっと大きいですね。あとはまあ、比較対象になるかわからないですけど、マテルのね、ジュラシックワールドのフィギュアがだいたいこれくらいですね。でも一旦どけてですね、 えっと前回前、回最初の方で見せた恐竜のねえっとフィギュアシリーズもちょっと見せて終わりましょうかはい、こちらですねえこちらの方がえうがリアル恐竜リアリスティックダイナソーということでダイソーさんで売られてるやつですねこちらがこんな感じで あとはね、えー、とジラキの恐竜世界だったかな、えー、こちらのえっ、ー、とこれが多分今発売されている中だと一番入手しやすいと思うんですけどそれのまあパラソルロ,ロスがこんな感じですねはいこうして見るとねサイズ比が全然違うかなとは思います、えー、こっちのねシリーズの今売られてるシリーズの方が大きさ的には結構大きいんですけど ただね、まあ、あのー、こっちの方はだいぶ再現図としては古い方なんですよね。特にティラノサウルスとか見てもらうとわかるんですけど、これに関してはね、もうなんか多分1930年代とかもうそのレベルの復元図なんで、あのー、ま、あんまりね、この21世紀というか2022年現在で、 売られているフィギュアとしてちょっとどうかなとは思うんですけど、まあ、あのー、古めのね、こういうゴジラ型の恐竜のフィギュアが欲しいって方には、まあ、おすすめできるかなとは思いますね。はい。ただまあ、あのー、さっき僕は見せたね、アニアとかと一緒に置くとなれば、あんまゴジラ型よりもね、こっちの現代風なイメージの恐竜の方がいいかなとは思うんで、まあ、あのー、だいぶおすすめではあります。ただまあ、あのー、どうしても入手経路が、 限られているので、まあ、その時、たまたま運良く見つけて、もうその中であるものを買うっていう形になると思います。はい。まあ、最初の時にも話したんですけど、肉食恐竜に関しては全然、まあ、あのー、僕が買った2店舗の中では在庫がなかったです。はい。まあ、そういう感じですかね。えー、まあ、僕的には、あのー、おすすめなシリーズではあります。はい。 なので、一度はね、なんか、何かの機会で手に取ってもらえればな、というふうには思ってます。はい。そういう感じですかね。はい。えー、というわけでね、今回は、恐竜ワールドジュニアのね、えー、っと、恐竜たちを、まあ、総ざらいしてみました。えー、本当は、あとね、6種類ぐらいあって、それの方も実は、あの、 箱買いしてるというか取り寄せてるんですけど、それに関してはね、またなんか別で動画を撮ろうかなというふうに思ってますので、えー、ぜひですね、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。そんな感じです。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。